い、こんにちは。では今回はペンタトニックの加工リックなんですが、メジャーシックスとブルーノートを織り交ぜた加工リックですね。冒頭に弾いてるフレーズ、2弦の8号ですね。で3弦の7、そのまま薬指で、ジョイントというか寝かせて2弦の7フレットを弾きます。でその後に、プルオフして2弦の5フレット鳴らしますね。でその後3弦の7号です。で4弦の7ですね。ここまで弾く通していくと、でこれと全く同じ動きを今度弦を1個下にずらしてやります。つまり8577577577ですね。キーはまた A ですね。全く同じ動きです。一つ注意点としては右手の動きですかね。右手は、プルオフを今回はして織り交ぜているので、基本的には弦をまたぐときには、インサイドピッキングがいいんですが、ただ今回のフレーズはもし高速で弾こうと思うと、右手をピッキング、いろいろねパターンとか考えてるとちょっとややこしいです。追いつかないです。なんでね、もしこれを高速で弾こうと思えばエコノミーピッキングをおすすめします。あるいはチキンピッキングを使ってもいいんですが、まあハイブリッドピッキングで、まあまずはエコノミーに慣れた方がいいんじゃないかなと個人的には思ってまして、やり方としてはこの薬指で弦を移動するとき、ここをどっちもダウンで弾いてあげるんですね。3弦2弦、でそのままプルオフです。でここに移るとき、ここも、エコノミーでやってあげます。つまり4弦7フレットから3弦の、8フレットに移るときね、こうです。こう右手がエコノミーピッキング、1回のダウンで2回弾きます。最後のここも、エコノミーで弾くとスピードアップにはいいと思います。というわけで今回はペンタトニックのリックでした。お付き合いありがとうございました。